こんにちは、はらやんです。今日は豆苗のサラダの作り方をご紹介します。最近私がハマっている食べ方なんですけど、つまみきさんとコラボさせていただいた時に豆苗のサラダが美味しいよって教えていただいたんですね。あ、豆苗をサラダにするのかって、私生で豆苗を食べれることを知らなかったんですけど、とっても美味しくてすっかりハマってしまいました。いつも時間は測んないんですけど、多分5分ぐらいあればできるんじゃないかなと思うので、5分タイムアタックで作ってみたいと思います。まずは材料の紹介です。今日主役のじゃーん、豆苗を1袋とベーコンですね。ベーコンは今日1、2、3、4枚ぐらいですね。ニンニク、そしてトマト、トマトはなくてもいいです。オリーブオイルとレモン果汁、そして塩と胡椒があればバッチシです。ニンニクはだいたい2かけぐらい使います。じゃあ材料も紹介したので5分測っていこうと思います。5分スタート。まずはですね、ニンニクです。2かけ薄切りにします。あ、5分じゃ終わらない気がしてきた。はい、ニンニクは上から叩いて皮を剥いて、こんな感じで薄切り、ザクザクと。特に大きさは決まってないです。短冊切りのようなこんな感じに切っておきます。フライパンにニンニク入れます。ベーコンも入れちゃいます。このオリーブオイルを大さじ3杯ほど入れます。目分量でいいですよ。そしたら火にかけます。中火。そしたら、はい、トマトも切っておきましょう。トマトは1個使おうと思うので、このトマトすっごい真っ赤です。美味しそう。トマトが美味しい季節になりましたね。そしたらトマトは角切りです。よし、ザクッと。豆苗は長さ半分にザクッと切っておきます。軽く洗います。止めてベーコンとニンニクがカリカリになりました。そしたら、あ、今残り時間はあと3分だ。終わる気がしないんですけど、どうしよう。そしたらこのオリーブオイルでニンニクとベーコンをカリカリに炒めることができたら、ここにお塩です。お塩はちょっときつめに振るのがポイントです。じゃん、レモン。レモン汁は大さじ1杯ぐらい。胡椒もガリガリと。はい、よく合わせて、このフライパンの熱でもう最後まで作っていきます。トマトを入れて、はい、一回トマトとよく混ぜて、なんだろう、フライパンの全体の温度を下げていくようなイメージです。はい、混ぜて混ぜて、はい、豆苗も入れます。じゃーんと。5分足りなかった。あ、でもほぼこれで完成なんですよ。とても簡単でしょ。豆苗をざっくりこの中で混ぜて、あとはお皿にドーンと盛り付けていきますよ。よくしょーと。豆苗を盛ったら最後にトマトとベーコン、そしてニンニクをたっぷりのせてあげてください。よいしょ。豆苗とカリカリベーコンのサラダ、どこが見栄えがいいかな。美味しいですよ。完成。このね、カリカリっとしたベーコンとちょっとしなっとした豆苗が本当にいいバランスで美味しいんです。そしてね、この上にパルメザンチーズとかかけてもめっちゃ美味しいですよ。最後に入れたレモン結構ポイントだったりするんですよ。あのレモンのおかげでこうピリッと引き締まる、そんな感じもあって、ほんのりしなっとなった豆苗も美味しいんです。これに辛いのがお好きな方はタバスコをねちょっと振っても美味しいし、アンチョビを付け足してもきっと美味しいと思うんですよね。ほぼ
ぼ5分でできるんじゃないかなと思う豆苗サラダが完成しました。豆苗は意外とこう生のままボリボリバリバリ食べるのも結構口の中に刺さるようなそんな感じがしなくもないので、ほんの少し本当に火を通してあげるとぐっと食べやすくなるかなと思います。ぜひぜひ作ってみてくださいね。この動画で少しでも美味しそうと思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。今日の黒板じゃん。すぐできるけど美味しいよ。ほんとすぐできるので夕飯のもう一品とかにも助かるし、なんならこれとパンがあればちょっといい感じのランチになるしとかね、いろいろ活躍できると思います。ぜひ作ってみてください。そしてね、重大なことを忘れてた。私エプロンをつけるのをすっかり忘れてた。なんだろう、5分で作らなきゃっていうね、頭がすごいあったのか、エプロンの存在すっかり忘れてた。まあたまにはねエプロンなくてもいいか。